ゼロイチファミリアは褒められたい。今夜はメンバーが男心をくすぐる体の一部分を自ら撮影編集。これはいいね。森田に褒められるショート動画を作ってきたのは誰だ。褒める動画を撮ってきてほしいのよ。さあ始まりました、ゼロイチファミリアは褒められたい、うん、5回目の放送です。はい、続くね。続けますよ。あのチラッと見たら、あの来たらあかん人が来てるんです。私もそれはちょっと思ってたんですけど、だいぶ奥に押し込まれてます。どうしたんですか。あなた来たらダメな人ですよね。私過去2回分呼ばれてなくて、本当にクビになったんだなって声落ち込んでたんですよ。だから第1回第2回みたいな。そうです。で3、4休みやってた、はい、俺も3休みはなんとなく分かって、はい、4休みってなった時に、あ、ほんまにスタッフに嫌われてるんだ。どうですか、シャバの空気は。あ、最高です。どうした、あら、マジマちゃん。お久しぶりなんですけど。 お久しぶり。あ、そっか、マジマちゃんは、なん、うん、2回目だけなんです。ああ、3、4、マジマちゃんも。なんで2回目でさ、爪痕残してたやんか、マジマちゃんは。なんで2回休んでたのよ。なんエッチすぎたのか。エッチすぎたから2回休んでたね。寂しくなかったですか、私。いや、まあそう寂しかった、やっぱり。あなたが、鼻の下が伸びてる。あなたがいないゼロイチはもうゼロイチじゃなかったよ。おかしいです、おかしいです。前回の収録なんかひどかったもん。おかしい。いやいや、 V 含めやっぱひどかったからね。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそしてあの新しい子が一人来ています。ヤホミちゃんマルピです。おっと、ヤホミちゃんマルピです。はい、はい、全部わかんなかったです。ヤホミちゃんマルピですっていうのも、ヤホミちゃんっていうのが、ああ、ヤホミナの略なので、もう皆さんも使ってください。ちゃんは何なんですか。ヤホミちゃんは、ヤホミちゃんって言ったら可愛いかなと思ってつけました。つけましたか、うん、まあ花咲よりはマシか。私は出さないでください。まあいいか、いい、いい、そこでわちゃわちゃせんほうがいい。よくないよ、危ない。で、今日はまたまた、はい、私たちが動画を、はい、ショート動画を撮ってきたので、あなた方がまた撮ってきたの。はい、前回さ、このゼロイチファミリアは褒められたいってさ、はい、俺褒めた記憶がないのよ、ほとんど。全然褒められなかった。そう、ほんでさ、なんかツイッターとか見てたらさ、森田厳しすぎるやろみたいな。そんなこと言われんのかと思って、よかれと思ってさ言ったら、だからちょっと褒める動画を撮ってきてほしいのよ。今回は多分森田さんも喜んでもらえると思うんですけれども、男心をつかめゼロイチボディーパーツコレクション2022。ボディーパーツ、はい、世の男性のほとんどが好きであろうというボディーのパーツを私たちメンバーが取ってきました。マジ、はい、マジか、はい、一つ目は、うなじです。あ、まあ王道よね、はい、なぜか男っていうのはうなじが好きやからね。うなじをね、みんな思い思いに取ってきましたので。思い思い、はい、その思い思いが怖いから。お前らの思い思いがめちゃめちゃ気合い入ってますよ。あ、そうですか、はい、メンバー自作のうなじ動画、収録現場に来ている8人に加え、ボディーパーツ自慢のこちらの4人も参戦。しかし前回の反省を受けて、スタッフはある決断を。12人見るってこと、それ何なの。それがですね、今回はちょっとスタッフが厳選しまして、あの全員流れません。だから12分の何本かが流れるってことね。アンジェは自信あるんですか。めちゃくちゃあります。アンジェの自信は毎回どっから来るの。林さんは自信あるの。私も今回はしっかりちゃんと撮ってきたんで、うん、偉い、はい、あなた毎回なんかやる気ないじゃないですか。今回は全部で撮って、ね、もう全部編集もしたんで。ああ、また、はい、あ、やったの、 やれてんのね。トミちゃんは、トミは冷静に考えたら違かったかもしれないと思う。ゼロイチボディーパーツコレクションうなじ部門、12人のうちノミネートされたのは8人。男心をつかむのは誰。誰、シンク汚すぎる。、ね、汚
シンクに目行くな。どうしたの？あ、今ね、ご飯作ろうと思ってたの。今日森田くん何が食べたい？ハンバーグ？いいね。じゃあ一緒にこれから買い出し行こう。あ、それ最後の準備だった。なんか俺と同棲してるみたいな感じでしょ。してましたね。うん、にしてはやっぱシンクが汚すぎる。だいぶ汚い。頑張ろうね。私もちょっと気合い入れないとな。どこだ。よし。じゃあシャッター前で。なんだなんだ。え？今日は絶対勝たなきゃ。頑張るぞ。勝たなきゃ。何と戦ってるんだろう。結構残してる。森田くん、今日も練習じゃん、頑張ろうね。おお、ただただ可愛い。みんな森田くんって呼ぶんだ。こんにちは。これから私のうなじを見せたいと思います。うん、ちょっとあれいいやん、締め切りがね、明日だと思ってて時間がないということで、ちょっと一発撮りチャレンジを今やっているんですけれども、正直ちょっと後ろのなんか毛がまだ残ってるのかちょっと分かんないんですけど、ええかと思ってたか、見えましたね、私の同じ。これちょっと出抜き感ありますね。で、ここのあ、でもいいんじゃない、さってほどく姿が、あ、いいね、男性が好きってよく言いますよね。さて、私は誰なんでしょうか。正解は、うん、林夢でした。やっぱりな、一発撮りでええか思った人や。まあまあ、一発撮りでええかと思ってんな。おいしいお酒を作るメイドをやってます。メイドね、はい、森田さんになるべくおいしいお酒を飲んでさせて、全部うなじやん、何でハンバーグやん。ということで、森田さん、うん、召し上がれ。お前かお前かい。おい、あ、私のうなじにはあれいいじゃん、この画角があるので、とてもコンプレックスなんですけど、番組のために見せます。いいな、この口だけ見えてる感じ。そっち、そうやってね、この負のうなじを持つのは、あ、まあそっちの、そういうパターンね。トウミでした。あら、トウミちゃん、はい、いけたやんか、トウミちゃん。よかった、かわいい、かわいい、なんか恥ずかしいの、かわいい。どうも、顔がね、やっぱり顔出てる、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 顔出てる。男性が気に入っているが好き、うなじが好きって加える感じいいのよね。言われてたことと違う、言われてたことと違う、言われてたことと違うって何よ。好きですか。あー、いいね、あー、いいね。うなじも、たらーん、たらーん、王道ヘア、ポニーテール。どうした、チラリと見える、そのうなじの真実に迫ります。なんかニュースみたいな。先週この凝ってる感じとか別にいらんねんな。いや、彼女のうなじは誰そんな神のうなじを持つ彼女とは、いるか今の。より嫌になったわ。アンジェ以外ならまだ許そうかなと思ったけど。お、歯ブラシ、お、持った持った、誰だ誰だ、あのジェラートピケのショートパンツなんてマジで男いる前でしか絶対着ないだろこいつ、マジで。おっと、足を組みそうで組まない、組まないんかーい。あ、うなじ、うなじ登場です。アフレコの人がすごい。なんかあざといやり方する女いる、お、あざといですね。足また組まないんかーい。お、いいですね、ちょっとうなじが見える感じ、セクシーですね。おっと、マルピさんでした、ありがとうございました。マルピか、ありがとうございました。何の投げやりな。改めてうなじ部門にノミネートされたのはこちらの8人。そしていなかったね、私とアミン。うまい、惜しいね。あれ、アミンどうした、おかしいなと思ったんですけど、いや、みんなの見てどうなのよ、その打倒、打倒わかる。林さんもなんか一発撮りなんでとか言って、あなた一発撮りがやらないじゃないですか。時間全然なくて5分の間に本当に撮ったんで、ああなっちゃいました。いや、だから撮ってないじゃないですか、まずごちゃん。そう、この子は別に5分で何撮ろうがもうあれ流してたから結局一緒なのよね。で、あとやっぱさ、そのいらんよ、その変な加工というか、その変な編集。なんだあのおっさん、誰か手伝ってもらったか知らんけど、いらんで、あれ自分
分でやった自分だろ自分です。全部自分すぎる。努力だけはおすまい。加工とか動画の編集力に関してはもうアンジ抜群だと思うんですよ。全然人生高すぎるな。びっくりした。でもいらんからさ、うなじだけを見たいか。トウミちゃんよかったよ。ありがとうございます。最初のあの画角、このなんか唇もなんかさ、ボーダーの一番上って感じがする。いいよこれ、なんかこの画角いいよね。ありがとうございます。ということで1位の発表をお願いいたします。ナオミ、じゃあ最初になんか分からない状態でね、なんか誰の最後に顔出ししてください。誰のうなじだっていう。ザコどもなんだお前、おいナオミンの引き立て役どもなんだ。紙に誰だか分かんない形式にしてください。書いてあったんですよ。書いてあったの。時代っていうのは型破りなやつが転職するからな。そうね、その言われた通りにやっててもあかんのよ。なるほど、うん、顔出すなって言われたら顔出さないやっぱり。ゼロイチボディーパーツコレクション、続いてくびれ部門。僕はね、細ければいいって問題じゃないっていうのも、見たいですね。なるほど。別に細いからいいっていうわけじゃないの。ちょっとぽっちゃりしてでも、なんかそれはぽっちゃりの中に良さがあるからね。なるほど。果たして誰の動画がノミネートされているのか。やらしい、パジャマやらしいっすね。ねえねえ、こんな、これ寝てるの。また出てきた。おはよう。寝方のやつおる。冷えちゃったかな。パジャマシワシワじゃないの。いいのよ、この子は生活感があって。また顔出てない。また顔出てる。また顔出てる。なんかこっからがポイントなの。あら、あーいいね。なんかエロいな。エロいでしょ。ティックトックやんか。もうただのエロいけど、あーいいね。マリタさん、またナースコール呼んだんですか。ナースなんこれ。用もないのに呼んだでしょ。もうどしょうがないから奥ゆいが会いに来ましたよ。奥ゆいちゃん、やっほー。奥ゆいはただただ顔面かわいいの。森田さん、おお、もうだからさ、こういうのいらんのよ別に。なんだなんだ、うん、なになに森田さんの髪。なになになに、誰誰誰だ。え、誰。いや誰誰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 。あ、山瀬さやでした。そこまで見ないと誰かわからん。全然この位置はわからん。初登場やのにこんな出方ないの。もっとあったやろにな。一体これは誰のくびれでしょうか。くびれ、そんなにくびれてないです。くびれてるよ。いいね。ヒントに、特技の腹踊りします。小学生の頃からめちゃめちゃ踊らせてました。あ、いいよこの年。正解はじゃん。あら、トウミちゃんでした。また一個されてるやん。また決勝上がってきたやん。トウミでした。ねえねえ、見て見て、新しいコスプレ買ったんだ。開始1秒でバカだってことわかるから。お尻にはこうやって尻尾もついてるんだ、うん、渋谷におるよな、こういうやつな、ね、何よりも一番見てほしいのがじゃじゃーん。中はね、ほら、中までトラちゃんなの。どうでしたか。これからも一緒にたくさんコスプレでイチャイチャしようね。これが私のくびれです。待って、おかしい。流れなかったけど、ゆめちゃんより絶対いいと
私の行動お前また流れてないや編集頑張ったんですよ。だって編集頑張ったのと私も頑張ったんだけどちょっとおかしい。編集頑張らんでいいからお前らマジでその素材のままお届けしてくれマジで。編集でごまかすな。編集してる方がバズるじゃないですか。 TikTok とかって編集でバズってるじゃないですか。 TikTok っぽく撮るならあのナオミみたいに撮ったらええやん。えまた声出てましたよ。ナオミを責める時だけお前らガチ感すごい。それやめてあげて。みんなも頑張ってください。あああいつだろ。おいあいつくびれ部門森田がグッときた1位の動画は1位。はい、お願いします。奥ゆいちゃん。おお、ここにいない奥ゆいちゃんが1位。奥ゆいちゃんね、俺さっき飲んでも思ってんけど、うん、ただただ顔面が可愛い。めくめちゃかっこいい。顔面さっきのと合わせ技一本って感じで森田さんの好み分かりましたわ。ゼロイチロリーパンツコレクション。続いてふくらはぎ部門。こちらはなんか森田課長がリクエストしてくださったと。そうなんですよ、私ちょっとふくらはぎが好きで。どういうふくらはぎの良さか。ちょっとね、あの僕の青春時代というか、はい、あのルーズソックスが流行った世代の。ルーズソックスとかあのラルフローレンの紺のね、はい、あのハイソックスが流行った時代で、ふくらはぎが一番重要とされてた時代を俺生きてたんです。なので皆さんのふくらはぎをねちょっと見せていただきたいなっていう。これはいいね、最高やわこれ。いやいや、褒められたい。ゼロイチファミリアは褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。 番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。森田のフェチだというふくらはぎ、ノミネートされたのはたったの5人。森田の心をつかむのは誰？綺麗綺麗。まあ綺麗よね。私のふくらはぎ。いいですね。全部形。おお。3、2、1。ええ、締めでした。ありがとうございます。かっこいい。嘘の可能性あるよ。ね。おお。誰？誰？バスケだ。すごい。バスケ部やったもんな。あーおー、はいはいはい。床めっちゃすごいなってマルピだよ。マルピ。ここまで見ても誰か分からなかった。マルピって言われるまで分からなかった。わ、ストレッチ。うん、足長。すごい足長。すごいやん。すごい、うん。森田さんのために、あれもしかしてあの子じゃない。いや、足の長さがすごいな。足の長さで考えると。お疲れでした。やってた。やっぱり足綺麗。この子いつも俺のためにしてくれるから。うん、メイドさんは何かを取ろうとしてます。これは足ですね。これは足ですね。バリエーション。あ、まあでもいいよね。いいふくらはぎやな。なになに、全然硬くて有名です。ちですね。あ、えおい、今の良かったよ。すごい肌寒そう。細い。え、あ、メイド。あ、いや、探したよ、メイドで。ヘッちゃんが好きなの。いや、そんな距離感近ないから、お前と。好きです。いや、って足フェチさんへ。あら、あ、えっちゃん、今から脱ぎます。これはいいね。いいですね。これはいいね。いいですね。もっと脱ぎます。出ただよね。最高や。顔出んの早いのよ。最高やわこれ。いやいや、うわー、うーん、はい、以上でしたね。まあ分かってました。帰るか。
誰か今日なんで呼ばれたんですか。私もちょっといなくてもいいかなと思って。ゆめちゃんより良かったと思います。ゆめちゃん林ゆめちょっとひどかったよね。ふくらはぎですか。いやだって分からんやん。ふくらはぎだけ見せて最後自分だけポンって出たからあなたかどうか分かんない。あなたのふくらはぎかどうかは。そっか、筋肉質とかじゃないのよね。だから、うん、そうバスケのあのもなんかあんまりあれなのよね。あ、そうマルピか。足りない。マルピなんかほんまここで見んのと動画で見んの顔違うから分かれへん。どっちが可愛いですか。いや動画。他にもあレアセンスされてますね。良かったね。いいふくらはぎしてたのよ。ラルフローレン似合いそうなのこの足。そうそうそう。次回履いてきますね。あ、頼む。次回があればね。マジであのボケなしで履いてきて。頼むわ。OK です。はい、あとはここにいるのだとナオミンですかね。ナオミンはやっぱ完璧でしたね。俺ねこのね下品なね網タイツ好きなんだよ。わかる。ちょっと網目がデカめの下品な網タイツ好きなのよ俺。これはエッチだな。では森田さん、ゼロイチボディーパーツコレクション、うん、ふくらはぎ部門の1位を発表してください。すごいな。ゼロイチファミリア令和の愛人まじまなおみです。 YouTube チャンネルゼロイチ TV にて男子禁制お風呂部を公開中です。バスタオル1枚でゲストを招いてちょっぴり大人のトークをしています。ぜひ覗き見してください。ゼロイチボディーパーツコレクションふくらはぎ部門の1位を発表してください。ダントツナオミ。ダントツでした。これは、はい、あの今回ナオミのための企画ですね。いやいや、やっぱうまいよね撮り方が。ですよね。そうね。これうちらいらないよね。皆さん見ましたか、うん、男心をつかめって書いてあったんです。何なのあいつ。なんやねんお前。こっち怒ったらこっちから怒られた。いやでもね今日別にね忖度とかじゃなくてやっぱうまかった取り方。それは確かに。そうやっぱ素材で勝負してるから。アンジェがほんまに俺のことを殺意の目で見てるけど。アンジェもだってね今回カットされてたんですよ。確かに。えなんで。アンジェどんなん撮ったん。アンジェどんなん撮ったん、ね、あ見れるアンジェなんて。はい、見れるんだ。こんにちは、ゼロイチファミリア、グラビア界の問題児こと花咲レアです。私、さらに問題児に磨きをかけるために問題のある場所に行ってグラビアを撮影しちゃおうという企画を行っております。皆さん、ぜひ YouTube をご覧ください。よろしくお願いします。見てね。ふくらはぎ部門、アンジェラの動画も特別に公開。白いね。問題です。なんか喋ってる。ほう。これは誰の足でしょう、勘のいいあなたならもうお気づきですね。誰これ。正解は神さんでした。今持ってる編集ソフト全部捨てろ。やめろ編集。なんか素晴らしくないですか。まあまあまあいいアンジェらしいけど、まあ、編集はうまい。はい、じゃあ、今日流れなかった分とあと流れた分も全部 YouTube のショート動画の方に上がりますので、はい、気になる方はそちらを見てください、はい、この番組は TVer 動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。